今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。我々は元気です。さて、今日土曜日じゃないですか。土曜日だ。土曜日です、うん、はい、今日曜大工 DIY って流行ってますけど、はい、お二人は DIY、 はい、します DIY、うん、ドゥイットユアセルフですね、うん、あ、そういうことか。、はい、日曜大工ね、はい、あ、僕はほとんどしなかったな。やられますか。いや、そういう時間ないでしょ。私でも好きなんですけど。うちの父親なんかよくやってたぞ。もう何でも作っちゃう。壁一枚でとか、のこぎりでやって作ってた、はい、トンカチでね。実家にいた頃は山とかが近かったんで、山から木持ってきて、はい、釘でなんかちょんちょこちょんって飾り、山から木持ってきて。ナチュラルな素材を。ナチュラルな素材を。家具屋さんとかで買ってきてとかじゃないんですもんね。じゃなかったです。木一本しょってくんの。いやいや、小枝とかですよ。いなで小枝、ね、作ったりとかして、はい、やっぱ楽しいですよね。楽しいですね。女性に圧倒されてますけど、はい、何でしょう今日は。はい、今回まず最初にご紹介する企業様は、うん、岡山市で昭和21年から漆喰を自社製造しています。こちらの企業様です。どうぞ。皆さんは漆喰とは何かご存知だろうか。漆喰とは焼石灰を主原料とした自然素材で壁塗りの材料のことである。近年漆喰が持つ様々な効果が再注目されており、自宅の壁を自ら漆喰で塗る人が増えているという。まあ、こういった塗り壁材もこう昔は当たり前のように使われてたのが、まあ、使われなくなっちゃったと、っていうところから考えると、まあ、これは文化になってないっていうことですね。ロファスオール有限会社辻建材代表取締役社長辻明弘。岡山県岡山市に本社を置くロファスウォール有限会社辻建材代表取締役社長の辻は辻建材の3代目であり、現在は岡山だけでなく大阪、東京の新宿にショールームを展開し、家一軒丸ごと塗り壁 DIY 教室を実施している。さらにロファスウォールでは誰でも気軽に漆喰を塗ることができる独自開発を行ったチューブタイプの本格漆喰を販売しており、女性も手軽に簡単に本物の漆喰を塗ることができるようになっている。古くから日本で使われてきた漆喰、脱臭効果や防カビ効果などが注目されている漆喰について、代表取締役社長の辻に話を聞いた。まあ、これ並んでるんですけど、はいはい、ちょっと味噌に見えたりしますが、いやいや、これなんかもう確かにチューブのもみもみしたくなるような、なんかすごく味噌いってますね。いや、重たいんだ。本当ですか。ほら、低いね、結構、でもカラフルでパステルカラーといいますか、すごく可愛らしい、ね。まあ、うちは自然素材だけにこだわってやってるんで、はい、まあ、色がちょっとパステル調というか、はい、柔らかい色しか出ないんですけど、はい、こういったもので作っていっております。それがかえっていいですよ、色味が。で、まあ、うちの、まあ、特徴としては、はい、まあ、こういった自然素材を作りながら、はい、あと、まあ、一般のユーザーの方にですね、楽しんでいただけるように、まあ、サービスをこう展開していると。自然素材ってのはどういうものが含まれてるんですか、これ。ですね、うん、一言で言っちゃうと、はい、まあ、石灰石、鍾乳洞にある、ほうほう、その石灰石が原料になってます。はあ。でまあ、含まれているというと、まあ、小石灰と水と、はい、まあ、海藻から抽出した塗りなんで、接着剤は一切入ってないんですね。でまあ、こういった色とかも、うん、天然の鉱物を使って着色しているという、作り方をしています。確かにそこが売りであってこだわりであって、はい、ね、環境に順位しているというのかな、はい。いろいろこう目の前にあるとね、興味がどんどん、はい、浮いちゃって、本当にどんどん。そうなんですよ。これ何なんだ、これ今までないな、ね、こういう飲み物が置いてあるって、はい、これは、まあ、うちのブレンドコーヒー、オリジナルブレンドコーヒーですね。ああ、マークがそうですもんね、はい、うん。で、そちらは、はい、紅茶です。紅茶、ノンカフェインで作ってます。おい、あ、やっぱりそこはもうノンカフェインで、はい。ロファスオールさんが作られてるんですか。まあ、作ってもらってます。あ、作ってもらってるんですか。まあ、ここ の作ってくださってるお店が、はい、このロファスオール塗ってくださってるんです。ああ、なるほど。お店とかにですね、はい、お店にですね。はい、いただきます。うん、
紅茶もいいですね。どういうふうにいいか説明しなきゃいけないこれね、いいんですよ、香りもね。あのでも柔らかいんだよ。女性にね、はい、あの人気がありますね、うん、どちらも。コーヒーも紅茶もどっちも、うん、紅茶あれですね、ノンカフェインって。そうです、うん、いいですね。こっちは普通に入ってますよね、しっかり。うわ、入ってます、入ってますね。カフェだからね美味しい美味しいですか、説明がしようがないぐらい本当飲みやすいですし、うん、香りも良くていいですね。何よりもパッケージが可愛いですもん。可愛いね、うん、酸っぱくなさすぎて。これ皆さんお試し、どうぞお試しあの本当にうまいです、はい、うん、ピュアです、ストレートでいいよ。手掛けてらっしゃるんですけども、ハースウォールさんってもともとから建材業っていうのをやられてたんですか。はい、まあ、うちの会社は私のおじいさんが始めた会社で、うん、はい、まあ、昭和21年なんで戦後すぐですね。まあ、ほとんどあの焼け野原になっちゃってて、で、まあ、復興のために今建材が必要ということで始めた会社です。もともとはそこからじゃかなり歴史ありますよね。そうです、70年近いですね。ああ、そうかそうか。さらに使っていただく方、まあ、増やすというためも含めて体験会とかも。体験会はあの、まあ、いろんな実際塗ってる現場で体験会をやったり、うん、まあ、それ以前にもうちょっとライトな、はい、あの教室っていうのをやってます。DIY 教室、まあ、これを新宿で今、4、5回月やってですね、うん、はい、そうですか。で大阪では月1ぐらいで、やってます。今回ロハスウォール主催による実際に漆喰を壁に塗る体験イベントを取材した。ロハスウォールでは家一軒丸ごと塗り壁 DIY 教室という漆喰の体験教室を開催しており、インターネットの公式ホームページ上から申し込みができるようになっている。ここでイベントに参加した方に体験イベントの感想を聞いてみた。今回初めて。あ、初めてです。はい、あの見た目ベテランみたいですけど、一番難しいところを。一番難しいところは角っこ潰すのが大変です、ね、はい。今回どうしてご自宅こういう風にされようと思ったんですか。まあ、これは嫁の提案ですね。あ、奥さんの。はい、みんなでやっぱり思い出の。そうですね。でなんか将来的にもいいっていうことだったので、まあ、壁紙って剥がれちゃうじゃないですか、まあ、これは特に剥がれたりもそんなしないのでいいんじゃないかと。あとなんか匂いとかも吸着してくれるらしくて、家の中で焼肉やっても匂いが残らないらしい焼肉やっても焼肉やっても大丈夫らしいんで、はい、まあ、一焼肉食べようかなみたいな。もともとは本当に漆喰の見た目に惹かれて、やりたいなと思いました。で、漆喰もいろいろあるんですけども、こうやってあの実際あのセミナーみたいな形で答えてくれるところがこちらぐらいしかなかったの でこちら あの説明会みたいなのに参加させていただいたのが2月ぐらいだと思うんですけれども、そこで、漆喰の魅力ってあの見た目じゃなくってその機能にあるっていうことを初めて知って、であのうちの子供がちょっとアレルギー持ちだったりとかいうのもあったので、あのもう見た目以上にその機能に惹かれて、これはぜひやろうというふうな感じになりました。でもそもそも漆喰って知らなくて、はい、なぜか主人がすごい漆喰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 言うもんで何がどういいんだろうと思って、この間体験会に参加させてもらったら、はい、あの漆喰の良さがすごくよく分かったので、塗り方も教えていただいて、これなら自分たちにもしかしたらできるかもっていうところで挑戦しようと思っています。ロハスウォールが独自開発した自然素材の漆喰を使用し、漆喰を壁に塗るという体験イベントは、新築やリフォームを考えている人にとって実際の漆喰に触れることができる貴重なイベントなのかもしれない。今参加した人が1300人ぐらい超えてます、ね、そんなにおられんだ、はい、その中でサンスポいましたかあ結構多いですよ、やっぱり、ね、左利きの旗多いの、芸術家は結構左側そうですよね足も手もそんなことないか
あ、そうですか。外国の方も多いですね。多いですよね。もう、ま、文化根付いてんのよ。やる、何でも自分でやるって、家の壁張り替えちゃったりさ、うちの味なんかうまくねえのにやるわけよ。でもそれなりに、うん、なんか楽しさを味わってるらしいんだよね。趣味ですものね。そうですね。本当にそうですよね。こういうの家に何本かあったら、楽しいね。ですね。いいなと思いました。ちなみにどうですか、やっぱり男性と女性どちらの比率？まあ、ほとんど女性ですね。女性、はい、7割方女性が塗ってます。あ、やっぱり、はい、おい、最近の女性の行動力っていうか、そういういいことする女性増えましたね。でも男性が情けなくなったんですかね。何なんですか。あ、それ社長に聞くコーナーじゃなかったね。それはコーヒー飲みながら他でやってくれっていうことで。何なんですかね。ちょっと汗かいちゃった。やっぱり女性が多いですか。女性が多いですね。ああ、女性向きだよね。可愛いもんね。可愛いです。カラフルだし、で、まあ、夏塗りやすいし、匂いもね。そうですね、まあ、主婦の方とかが、うん、塗ったりとか、そう、まあ、あと、まあ、あのリフォームとかでこう面積がガーッと広くなってくると、うん、あの大体まあご主人がメインで塗っていくっていう、ここは俺に任せろみたいな。それこそ共同作業だな。あ、そうですね。ちっちゃいケーキ切ってる場合じゃねえっていうの一緒にやれっていうね。もうね、物を作ると愛も深まりますかね。愛も深まりますか。だいたいあのスポーツって男性の方が有利じゃないですか、はい、同じ競技するにしても。そうですね、力だなんだ、はい、なんですけど、壁塗るとあのコツなんで、逆にあの男性が負けたりするんですよね。うまくこう伸ばせなかったり、ボタッと落っこっちゃったりみたいな。ですね。あ、そう。そこが面白いなと思います。やっぱり熟練は必要ですか。まあ、熟練、まあ、場数ですよね。場数ですか、やっぱり。それは必要ですけど、あのコツっていうのがあって、うん、でコツさえ覚えたら、あのプロに近い仕上がりにはなります。はあ。シャーっていう音がするぐらいの音が。そうです、そうです。なかなかできないんだろうね。こっちがこんな厚くなってドカンと置いちゃったら伸びねえなんていう。これね、ちょっと待ってもらっていいですか。コツはね、はい、あの3つあって、はい、まあ、これを壁とすると、はい、まあ、壁に押し付ける力ですよね、はい、押さないといけないですよね。こうグッと、結構押してグーッと横に。そうです、そうです。でどのぐらい、うん、もう一つがこの角度ですね。伸ばすのに角度が大切なんですよね。待って、グッと押しながらグーッと、そうそうそう、同じ均等で押していかなきゃいけないっていう。そうです、そうです。で押しすぎちゃうと剥がれちゃうし、微妙なところがあるんですね。シャーってやつだ、ほらシャーだ。だからあれがなんかすぐできそうで、やっぱりできないよ。あれ職人さんがやる芸ですよね、多分。まあ、あとストロークですよね。ストロークが出た、はい、ストロークですか。どこまで、そうです、伸ばすか。そのミスが、まあ、バランス取れると、あのプロのような仕上がりは。押し角度、ストロークと。そうです、そうです。押し角度、ストローク覚えた。はい、はい、壁塗る時に使ってください。壁塗る時に、はい、他のことに使わないよね。でも本当にそれだけで見てたりとかやったりすると実際楽しい気持ちになりますけども。もうそういうね、なんか、うん、なんか昔思い出すね。ね、そうですよね。ロハスオールさんの今後の目標っていうのは何ですか。目標はもうこの塗り壁自体をあのもう一度文化にしたいっていう活動の、うん、まあまあ、考えのもとに、はい、まあ、今の活動を全てやっていってるんで、うん、まあ、自然素材にこだわったものを作るのもそうですけど、はい、まあ、一般の方にこう分かってもらうっていう、まあ、教室やったりとか、で、まあ、それをもうちょっと深掘りした体験会とか、うん、っていうのをして、まあ、あの、まあ、いわば草作家的な、はいはい、流れをこう作っていきたいなっていうのはあります、はい、なるほどね。じゃあ最後になりますが、はい、辻さんの格言を。格言ですね、はい、格言は、パッションです。パッション、はい、その心は。まあそのままですけど。まあ何をするにも、うん、あの元の何ですか、自分から湧き上がるパッションがないと長続きしないんで、うん、はい、そうですよね、グッという思いっていうか。そうです、そうです。なんか一軒の一つのお家の中にそういうこだわりのスペースがあって、そこは自分でやるっていうのも本当にいいですよね。そうですね。そういうためにね、みんなこう利用して、はい、なんか楽しい雰囲気のお家を作ってもらったらいいと思いますね。で、まあ、手作りすると、まあ、何ですかね、思い入れ、うん、がすごく強くなるんで。いや、皆さんにね、はい、そういう楽しさを与え続けてくださいということをお願いして、はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。
舞浜リゾート一望、スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて続いてご紹介する企業様なんですが、うん、はい、デザイナーズ住宅というと、うん、どんなイメージがありますか？デザイナーズ住宅、うん、ちょっとおしゃれなイメージがあるね。そうですよね。私打ちっぱなしのなんですか、コンクリート丸出しで、そのまんま、それが逆におしゃれっていうイメージがあるんですけど、どうですか？なんか家の中にこう吹き抜けのこうガラスのさあれがあって、そこには植木が一本あるとかさ、はい、なんかこうあるよね。ことですね。デザイナーズ住宅を勉強したいと思います。絵が飾ってあったりとか、そういうこと、はい、勉強させてください、はい、おしゃれで一度は誰もが憧れるような場所なのかなって思うんですけれども、そういうお話なんですね、はい、続いてご紹介する企業様は、うん、家族みんなが設計士、デザイナーズ住宅を建てようというこちらの企業様です。よろしくです。千葉県船橋市薬園台、ここに顧客の理想を叶えるデザイナーズ住宅を手掛ける不動産事業を展開する企業があるという。ちょうど3月に一つ大きなの引き当たしてるんですけども、うん、それもまあやっぱり年収600万前後の普通の一般のサラリーマンさんに8000万ぐらいのご融資を受けて購入していただいてるって形です、ね、株式会社ルーツコーポレーション代表取締役三藤光弘。千葉の神経性線の沿線の不動産の賃貸売買、さらにデザイナーズ住宅を手掛ける株式会社ルーツコーポレーション代表取締役の三藤は、元トレーラーの運転手というキャリアを持ち、その後不動産の営業に転職し独立をしたという経歴の持ち主。現在ルーツコーポレーションでは投資用物件を数多く手掛けており、不動産投資にも力を入れている。さらに独自のデザイナーズ物件をルーツスタイルとして販売しており、顧客の夢のマイホーム作りのサポートも行っている。不動産投資の現状、そして千葉船橋エリアの物件の情報など、代表取締役の三藤に話を聞いた。起業のきっかけっていうのは何だったんですか？不動産業というかこの営業の世界に入るまでは、はい、トレーラーの運転手をやってまして、全然違うお仕事ですね。トレーラー、はい、トラックじゃなくてトレーラーっていう、はい、あれですか？全長が15メーターぐらい、はいはい、はい、またそれも、そこから今のご職業に。そうですね、まあ、そこを辞めて営業会社に入りまして、はい、入って、でそこから不動産業の方に行って今に至るっていう形ですね。トレーラーの運転手さんっていうのはいつからいつまでやられてたんですか？もう21ぐらいから、はい、31歳、10年間ぐらいですね。いろんな場所でいろんな場所行かれてっていうことですか？まあ、基本関東近県で。関東近県で、はい、あ、そうですか。ルーツコーポレーションさんの一番の売りは何ですか？一番の売りはですね、やっぱりこう、なんだろう、お客さん目線でまず考えさせてもらえてるところと、うん、あとはその満足度が多分他で買っていただくよりは非常に高いとは思いますね。なんか具体的にはどんな声が、まあ、まず、はい、通常の住宅であればやっぱりお客さんにこう自由に設計していただいて、はい、まあ、立ってるものを買っていただくっていうスタイルではなくて、うん、まあ、お客さんに全部ゼロから作り上げたものを買っていただいているような状況ですね。そういうことは可能ですか？可能です。へー、それはできないだろうって。もちろんそういう相談はあるんでしょうけども、はい、うん、それは時間かかりますよね。でも時間はかかりますね。そうですね、うん、はい、ただ何が親しみが生まれたり愛着が生まれたり、はい、やっぱりそこですか、違いは。そうですね、こう一緒にお客様と考えて進めていくことができるので、はい、やっぱり最終的にはお客さんもだいぶ満足度は、はあ、長い付き合いになりますね。そうすると、そうですね、で建てた後とか、はい、建てた後なんかも、はい、その後に今度投資のアパートマンション買ってもらったりなんてお客さんも
いらっしゃるので。あ、つながるんだ。すごいですね。あ、そうか、うん、あ、なるほどなるほど。なんかこう具体的に最近あったこんなお客様いましたですとか、まあ、話せる範囲で結構なんですけれども、うん、はい、印象深い思い出とかってありますか？うん、そうですね、去年ちょうど当社で土地を用意して建物を建てて一棟のアパートを作ったんですけれども、うん、まあ、それを今年買っていただいたんですよ、はい、ただその買っていただいたお客様ももともとっていうか現状でトラックの運転手をやられてる方なんですよ。あら、へえ。で、まあ、いっぱい投資家の方とか、はい、いて、まあ、買いたいですっていう方もいらっしゃったんですけども、うん、まあ、一番ちょっと買うのが難しそうなお客さんに買っていただいて。はあ、なんか共通点がありますね。そうですね、まあ、そこの部分もそこの部分もね、はい、なんかね、愛情が働くというか、うん、不思議だね。へえ。お客様の層っていうのはどのあたりの方が多いですか？やっぱり30代のお客様が一番主にはなりますね。うん、こう、まあ、先ほど一番の売りはお伺いしたんですけども、はい、よりここは他の不動産会社さんと比べて違うよっていうところはどこになりますかね？そうですね、今なんかですとやっぱりその投資の案件を多くこうやらせていただいているので、うん、その辺なんかのやっぱりローン付けですとか、うん、あとはもう特にこう地元にこう凝縮して密着してやらせてもらってるので、はい、多分大手さんには出せない部分がだいぶあるかなっていうところですね。うん、というと大手さんには出せない部分っていうと例えば、もう地元の決まった範囲でしかほとんど仕事してないので、はい、やっぱりノウハウですとかやっぱり過去 の、 その情報とか実績とかその土地の金額とかっていう、まあ、相場感なんかは大手さんには多分できない部分があると思うので。あ、なるほどね、はい、これまで の、 その投資の成功例だったりとか、はいはい、お聞かせいただけますか？そうです、先ほど の、 トラックの運転手さんだったりとか、はい、あとちょうど3月に一つ大きなの引き当たしてるんですけども、うん、それもまあやっぱり年収600万前後の普通の一般のサラリーマンさんに8000万ぐらいのご融資を受けて購入していただいてるっていう形ですね。はい、へえ、8000万の、それ借りられますか？具体的な話で、はい、600万の年収ですが8000万っていうのは非常に難しいものがありますよね。そうですよね、まあ、自己資金の比率ですとか、はい、あともともと相続で譲り受けた土地を売却して一部購入資金に充てたりとか。あ、なるほど、はい、逆にお客様に合わせた物件をうちの方でセットアップして作っていっちゃうので、はい、まあだから人それぞれ違うっていうことですよね。はい、そこにあるものに対してどうしたいっていうよりもお客様はこのぐらいでどうでしょうっていうアプローチをしてくれるってことですよね。そうです、はい、そうですね。うーん、あ、なるほど。まあ、買えない人に買えないものをご提案してもしょうがない、それは、はい、失礼に当たってしまうので。うん、あ、それは喜ばれますよね。そうですね、最終的にはお客様も利益出して儲けていただくので、はい、投資っていうのは若い世代の方々も今やられてるんですか？多いですね、30代中盤ぐらいの方がもう始めてるの。そうなんですか？非常に多いですね。僕ら30代中盤の時投資っていう言葉知りませんでした。そうですね、もう多分なかったよ。うん、ここ最近がやっぱり将来的にオリンピックもあるから景気が上がっていくんじゃないかとか、はい、へえ、本当もう何年ですよね、投資って。僕らはもう海外のお金持ちの人たちが日本に来て、はい、もう先々こうなるからっつって、うん、お金を出すのが投資だっていうように思ってましたけど、そうじゃないですもんね。もう今地獄の若者だよ。うん、すごい、隠れてやってないだろうね。いやいやです、エリちゃんの後ろ探して、えっと何こんな現実的にやってんのみたいな。でもそれはでもこういう言い方はおかしいですか、先行き不安だから、はい、今のうちから自分でやっておかなきゃいけないっていう若者が増えたんですかね。だと思います。皆さんやっぱり老後のためを備えて今から対策していきたいっていう方がお話聞いてると多いので。いや僕何にもないんだけどいやいやいや、毎回話をさせてもらったけど、はい、あ、そうか、うん、やっぱり話は聞いてみなきゃいけないもんですよね。そうですね、ただなかなかこう投資の案件が世の中にガンガン売りに出てるかっていうと、やっぱりいいものはそんなに流通してないので。あ、やっぱそういうのを探されて。そうですね、まあ、うちでそういうのを作って企画して。あ、もう作るところからやっちゃうんですよね。はい、あ、そうかそうか、うん、もう買った時点ですぐ売却しても利益が出るようなものを取得していただいてるので、まあ、リスクはだいぶ減らせるかなっていうところですね。あ、なるほどね。そのルーツコーポレーションさんが、はい、特に
地域密着ということで、注目している薬園台ですね。薬園台、はい、地域名ですね、はい、薬園台ならではの不動産投資のメリットですとかデメリットってどんなところですか？そうですね、まあ、メリットの方が比較的多いと思ってるんで、うん、売れてるのかなっていうところもあるんですけど、はい、まあ、決してデメリットがゼロではないので、うん、そこが、まあ、限りなくこうゼロに近づけるように、うん、やっぱり私鉄沿線になってくると、まあ、JR の総武線とか、はい、あちらのエリアと比べてもやっぱり土地値がある程度抑えた形でご提案できるの で、うん、で建築費自体はどちらで建てても変わらないので、はい、その辺なんかはまあリスク回避できるような形でお引き渡しできてるかなというところですね、うん、あ、建築費っていうのはそういうどちらで建てても変わりませんか？基本的にはそんなにこっちの土地が高いから建築費がっていう個人注文を高く取るんだっていうことではないわけですか？ではないですね。あ、やっぱり建築費っていうのはもう決めたものに、はい、ああ、なるほど。あ、そうか、薬園台いいとこですよね。そうですね、もう僕も住んで6年、うん、7年ぐらい、はい、なるので。よく薬園台高校に試合に行きました。あ、本当ですか？あ、へ、福永先生元気かなとかね、そういう話になっちゃうけど何回も戦ってるんでね、はい、毎回あそこを負けると走らされて大変な思いしてるから忘れられない場所なんですけど、はい、いい場所です。今後の目標についてもお伺いできますか？はい、まあ、今後はまだうち会社始めて設立して3年しか経ってないので、うん、まあ、ここからあとまたさらに3年続けて、まあ、よりこう地域に密着して、で、まあ、うちでしかできないノウハウをもう少し増やしながらお客様にこう満足していただけるような会社を目指していきたいなと思ってますね。はい、最後になりますが、はい、三藤さんの格言をお願いします。はい、まあ、これ格言っていうほどではないんですけども、数字と努力ですね。数字、はい、で僕もまあ元々別に理数系ではないんですけども、はい、やっぱり電卓叩いて数字の計算をして、まあ、売って買って利益出してっていうところは数字は裏切らないので。なるほど、はい、あ、我々のちょっと我々の世界にも、はい、そうですね、データだとかパーセンテージだとかって裏切らない、はい、それとそこに対してまあ努力していけば、はい、あ、なるほど、はい、でもね、運転手さん時代には電卓なんて、うん、ないですね、はい、電動世界だったのに、はい、そうなんだ。でも非常に我々も気持ちよくさせていただく、うん、社長さんなんでね、はい、非常にこう親しみがいあるっていう、ね、だから地域でもますますね、はい、こうご発展することを願っておりますので、ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました。ビジネスブックコレクション。持ちは持ち家にという従来の感覚から一歩踏み込んで、金融機関の言いなりになることなく、むしろ活用するくらいの心構えが大切だと思います。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、銀行員や証券マンの言いなりになるな。この本を書いたのは AOIA 株式会社代表取締役の中田博さん。国に頼らず人に頼らず、自ら資産を形成し自衛していく力を身につけ、実践していくことの大切さを謳った一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。